この先に生徒会長が。ええ、ようやく。はい、勝ちましょうみんなで。サイドゼロ。ええ、ここまで来たら勝利あるのみね。ここが生徒会室。こんなにか。いや、待っていたよリーダー君。ああ、本当に待っていたよ。あなたが。そう、僕が君たちの目指す相手、生徒会長の。少しだけだけどワクワクするね。久しぶりの。自分に楽しむ気がないのに楽しいバトルになるわけがないじゃない。そうかな。相手が強ければ楽しいはずだよ。だってでもいつからかな、みんなだんだん弱くなっていっちゃったんだ。そんな理由で生徒会を乗っ取ったの？ああ、君たちと同じさ。だって君たちも。違う、私たちは。生徒会長、正直伊織先輩、昔は私も同じように考えてました。でも違う、それじゃ本当に楽しくなんかな。仲間がいて、相手がいて、戦術を相談したり切磋琢磨したり、そのことをみんなが。奇弁だね、仲間一人じゃない。僕はね。さあ、ごたくはこれくらいにしよう。久しぶりのバトル、ついにやってきました。大一番、反抗の旗印サイドゼロ。正直生徒会室に突貫するのは死ぬほど勇気が必要でしたが、ご安心ください。泣いても笑ってもこれが最後の決戦です。サイドゼロ、気取った名前だ。その名の通り、今すぐゼロに、無に返してあげよう。好きな機体はビクトリーガンダム。作野凛子が今日も実況をお届けいたします。ガンプラバトル、レディーゴー。第三勢力に出現しました。両チームここからどう動くのか注目していきましょう。始まったわね。さあ、行きましょう。では、目合わせ願えるかな。あるさ、おや。じゃあ、やってくれるか。なかなか。
あなたならどう動く？私なら…遅い！チームブルー、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。間に合わなかった。もっとここはエレガントに運ばないと。だね、待ちなさい。地を確信している人から勝利をあっさりと取り上げることさ。まだまだいけるんだろ。君たちの言葉を証明したいなら本当の僕を倒してみなよ。さあさあさあ、楽しい楽しいな。この力はものすごいプレッシャー。会長の本気。どこまでも踊れ。僕を夢の世界へ導いてくれ。同じ機体が3体？もしかしてこれを全部同時に椎名君が？物理的にありえません。可能だとしても相当なラグが発生して使い物にならないはず。そう、これは僕の能力、センスオブエクスパンション。僕はガンプラで人の確信を出した。始まりました、 G キューブ。実況は私、放送部部長着野凛子が行いますよ。よりどりみどりだわ。家隠れするつもりはない。道を開けろ。おびえなさい、進みなさい。ガンプラのせいで追いかけるまま消えていきなさい。プレイヤー4撃破されました。
との勝負でもありますよ。さあさあ、通常の3倍のスピードで行きましょう。つまらない。もっと僕を追い詰めてみせてくれ。チームブルー、ポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。
けた。あれ、なんで涙なんか。何を言ってるんですか生徒会長。あれだけバトルで熱くなっておいて、くだらないなんて嘘ですよ。それにこの部屋に飾ってあるガンプラ、とても綺麗です。そうね、ガンプラに飽きた人の部屋じゃ。そうか、そうか、こんなに悔しいなんて久しぶりだ。これはきっと楽しいってことだ。ああ、ああ、そうだね。またきっと。ねえ、ここおかしいわね。どこに。もうしっかりしてよ。あなたが管理するって言ったから渡したのに。あの生徒会とのバトルからもう半年、新生生徒会の下で学園でのバトルが自由化されて、これで元サイドゼロの私たち二人が名実ともに学園最強の名を手に入れるチャンスよ。え、だってそのあたりははっきりさせておかないと。頼もう生徒会長、学園最強カップルの名をかけ。私たちこそが真の絆で結ばれた二人だ。ああいうのがずっと挑戦してきて、その全然二人きりの時間が取れないじゃない。まったく、バトルを自由化したらみんな好き勝手に主張し始めて、私たちが学園最強カップルってことにされちゃってるけど。あく、だから早くこの戦いにケリをつけて、私たちの日常を取り。ほら行きましょう。ガンプラバトルの楽しさを伝えて、私たちの二人の時間も守るために。